思った。ただいま帰りました。こんにちは、ひろちです。ちょっとなんか食料品と無印良品と重っ。なんでこんなに重いかというと米が入ってるんです。豚肉、チョコバット、最近なんかちょっと美味しいって思ってストックしているペヤング、新宿野戦病院で食べてたから卵、納豆、キャベツ、高い野菜が買えませんだから人参、豆腐、重いのをいっぱい買っとるの、バナナ、新米。今日はあの2キロをゲットできました。この前は1キロしかなかったんですけど、高かったけど食べたかったんで、みかん。ちょっと以上、あのちょっとしまってきますね、少々お待ちください、すいません。はい、食料品をしまってきました。今日はですね、あの何をしに行ってきたかというと、あのまつげパームをしてきたんですよ。ちょっとここのなんか日当たりがなんかこの明るすぎてちょっとあれなんですけど、あのなんでまつげパームをしてきたかというと、もうなんかこっちのまつげの、あの端っこの方がなんか直角ぐらい下にあの目に入り込む勢いでですね、なんかこう降りてくるんですよ。いつもビューラーでこうやって上げてもマスカラしてもなんか自然と下がってくるじゃないですか。まあなんかまぶたが下がってくるやつあるじゃないですか、なんとかかんとかって、あれじゃないかなって、まあよく言われるんですけど、まあそれはなんか手術しないといけないでしょ、あれ。それはしたくないと思って、ちょっと一旦まつげパーマで様子を見ようと思ったんですよ。なんかちょっと気持ちが悪いんですけど、お茶忘れてきた。はい、ウーロン茶です、いただきます。あとおやつも買ってきたんで。はい、視聴者様からの質問に答えるやつでですね、前の動画で話したんですけど、あのちょっとあっち系ですね、あっち系の、あの質問が来たんで、あのそれについて答えたいと思っております。はい、ちょっと なってますかね。ちょっと雨降りな日やったんですけど、の昼ぐらいに出かけたんですけど、なんかその前に結構降って、まあ、雨が上がったから、あ雨降らんかなと思って油断してたら、あそう帰ってくる時に雨が降り始めたんですよ、ポツポツで。なんかこのまつげパーマ、あの 3,4 時間は濡らさないようにしてくださいって言われたから、米が重いけどまつげは濡らしたらいけないから、こうやって帰ってきました。こうやって、うん、大丈夫かなこれ。今日はあのキャンペーン価格でちょっと安くできたんで、あのあとなんかホットペッパービューティーのポイントが貯まってたんで、それを使ってあの700円でしてもらいました。でおやつですね、このおやつ、なんかパン屋さんにも行ってきたんですよ。それはちょっと今は食べないんですけど、この米粉のパンみたいな、干しぶどうが入ってる米粉のパン、明日まで大丈夫そうです。私が食べたかったのは、じゃじゃーん、わかるでしょ何が入ってるか、わかるでしょ。あのさて、手さっき洗ってきたんで小腹が空いたんで、いただきます。ちょっと今なくしたらピロリンって、はい、ちょっと荷物が届きました、いただきます。白あんにしました、疲れた。なんか無印良品に行って久しぶりに服でも見ようかなって思ったんですよ。キッチン用品を買ってきました。うん、皆さんはお休みはどのように過ごされてますかね。私は最近まで姉と2人で暮らしてたので、まあ出かけるなら大体2人で一緒に出かけてたんですよ。でなんか出かけるのも結構姉がいろいろ思いついたり考えてくれたりするので、私はそれに乗っかる感じでですね、自分であんまり考えてなかったんですけど、あれ私あの一人の時休みで何しよったっけって、先週はちょっと友達とかに会ったんですけど、すごい久しぶりに会った人に会って
ったのと、ここの家の引っ越しの際にすごくお世話になった友達にご飯を振る舞いました。後でまた食べよう。で、何を買ったかというとですね、まあ、これですね、あの洗顔する時の泡立てるやつがちょっと破れてしまったので、これを買ってきました。あとこれですね、ちっちゃいボウル。これ何をするかというとですね、私あの毎日あのお弁当を持って行ってるんですけど、あの卵焼きよく作るんですよね。その時にお椀とかを使ってしてたんで、なんかこれはちょうどいいんだと思って、そんなに買ってないです。これは何かというと、私の家のキッチンは壁付けのキッチンなんですけど、全面がですね、まあ、横もなんですけど磁石がくっつくんですよ。だからまあいろいろあのなんかそういうのをあのひっつけようと思って、これはあの水筒、私あの毎日水筒をあの学校じゃないや家に持って行ってるんですけど、あ、家じゃないあの会社に持って行ってるんですけど、これあの水筒を乾かすやつですね。ここにスポッてはめて、初期乾燥機あんま使ってないんで、でもコメントであの使ってないとあの壊れますよってあの教えてくださった方があったんで、あのたまにはですね、あの乾燥だけ使ったりすることもたまにあります。これ最後、これもですね、ひっつけるやつです。例えばスポンジとかなんかいろいろ置くやつ。はい、あの節約しないといけない身ではあるんですけど、今はちょっとあのそういう期間かなっていう感じで、使わしないといけないと思ってたんですけど、生活が変わって何にいくらかかるからどういう風な使い方をしないといけないっていうのをあの紙に書き出そうって思ってたんですよ。でもやっと昨日の夜それができて書いてたんですよ。いくらなんかどうかこれをこうしてあしてみたいな書いて、あのちゃんと知っていかないといけないと思いながら計算した私 の, あのお金の管理の仕方はまた今度ですね、皆さんに伝えたいと思います。家計管理の本を姉からもらったから、管理の仕方をちょっと少し本で読んで勉強して、まあ、自分で書いてみてこうしてたら絶望的になったんですけど、あの頑張ってですね、あのしていかないといけないのでですね、あの、はい、またお金の管理の仕方はあのまた別の動画でお話ししたいと思います。ちょっと暑いので、ちょっと今日暑いです。昨日まではそんなに暑くなかったんですけど、あ、ちょっとあの少しだけ気になるでしょ、後ろが気にならなかったですかね。この私の後ろにソファーがあって、その後ろにぴったりとくっついてクローゼットがあるじゃないですか。これちょっと仕掛けがあるんで、これじゃあクローゼット使えんやんってなるじゃないですか。ところがですね、クローゼットは使いやすいように変えたんで、なんかちょっと分かる人いらっしゃいます？ソファーのこの背もたれとあのクローゼットの引き戸はぴったりくっついている状態です。今仕掛けがあるんで、もしもあのそのクイズが分かられた方はですね、はい、あの答えてください。はい、ではですね、質問なんですけれども、まあサムネイルにしているかとは思うんですけれども、パートナーがいない時の孤独感っていうことですね。はい、もう私もパートナーがいなくなって、まあもうすぐもうちょっとしたら5年、まあ5年になるんですけれども、その間ちょっと8ヶ月ぐらいあの姉と暮らした期間があるあったんですけど、まあほぼ一人暮らしをしてきました。その方が質問された内容はですね、パートナーがいない時の孤独感を感じたことはありますか、その時の対処法や過ごし方、前向きに捉える考え方などあればお聞かせくださいということで、この方はですね、元夫にパートナーができたことを知り、結局一人なのは私だけだと落ち込んでいますっていうメッセージをいただきました。私はパートナーがいない時の孤独感というか、まあ、孤独感ではなくて、まあ、不安感はあのもちろんそれはあります。まだあのその5年間大きいなんか誰かに助けてもらわないといけないような病気はあのしてないので、あの分からないんですけど、まあ、例えばそういう時とか一人やったら
不安じゃないですか。で、私まあ、娘はちょっと遠くにいるんで、まあ、息子はそんなに遠くにはいないんですけど、なんか息子にちょっと頼るのもちょっとなんか、まあ、もしも頼ったらしてくれるとは思うんですけど、ただ私はその孤独感は感じたことはないですね。多分それは私結構子供とまあ、娘は遠くに住んでいるけれども、まあ、3人の LINE とかがあったりして、なんかたまにそうやってその LINE の中で話したり、まあ、息子はそんな遠くに住んでないんであれなんですけど、まあ、娘が結婚してちょっと遠くですけど、とても仲良く仲睦まじく暮らしていて、いろいろ聞かせてもらって本当に幸せな気持ちになるのとですね、息子も、まあ、結婚はまだしてないんですけど彼女がいて、まあ、一緒に住んでいて、とても幸せそうなので、私なんか結構そういうのでどうも満たされるみたいなんですよ、孤独感は。私は言うて一人ですよ。娘と息子はそうやってお相手がいるんですけど、私は一人ですけど、二人の生活のことを聞いたり見たり一緒に話したりするときに、とても私幸福感を感じるので、原因じゃないかなって思いますね。だから対処法ですね、孤独感の対処法はもうやはりパートナーを見つけるか、友達としょっちゅう会ったり、まあ、でもなんか大人になるとやっぱりこう友達とも会うんですけど、まあ、それぞれやっぱ家庭があったりするので、そのしょっちゅうは会えないですよね。だからやっぱり、まあ、その孤独感を感じなくていい対処法は、私はパートナーを見つけるのがいいかなって思います。で、まあ、過ごし方、前向きに捉える考え方、まあ、過ごし方は私は土日祝日が会社が休みなんですけれども、土曜日は、まあ、その友達に会ったり、それで何かの用事で出かけたり、友達と会ったりする用事がない時は一人で出かけたり、土日とも2日間まるまる家にいるとはしないで一人で出かけるっていうのをしてますね。はい、今日もだから出かけてきました。まあ、1日くらいやったらいいんですけど、2日間まるまる一人で家にいるっていうのはできないでもないんですけど、まあ、そういった過ごし方は私の場合は、まあそうですね、こうやって今動画を撮ったり、あとはまあネットフリックスを見る、まあ、最近ファーストラブっていうのを見てます。その前の妻小学生になるっていうやつがたまたま見つけて結構面白くて、それにハマってました。こう続けて、まあ3、まあその一日中はちょっと見れないんですけど、そういうの見るの、ドラマとか見るの好きで、で今はちょっとファーストラブを見てるんですけど、動物の森にちょっと遊びに行ったりですね、動物と会話をしたりして過ごす。あとは本を読んだり、なんかお金のことを考えたりとか、どっちかって言ったら掃除の方が好きなんで、今日も朝から掃除はしました。1時間ほどかけて。そういう風にやって、まあ、家でゆっくり過ごすことも、まあ、嫌いではないので、そういう過ごし方ですね。お相手がいたら、まあ、孤独感は感じないでいいかなって思うし、コメントをくださった方はですね、元夫にパートナーができたのを知って、結局一人なのは私だけかと落ち込んでいるのであればですね、私も同じですけど、そのどこでじゃあ出会うとかなって、出会いとかないし、自分がそういうなんか心ときめくようなことがこの先あるのかなって、全くそのなさそうな気がするので、何とも言えないんですけど、それはなんかこう今で言うと、そのまあ、そういうアプリとかで出会うこともできると思うので、本当はその会社やそのなんか友達のなんかまあ同窓会とかあって昔好きやった人に出会うとか、そういうのがあれば、まあ、一番いいですよね。知ってる人だから。何がもう面倒くさいかというと、その一からの知り合うのはなんか最初なんかこう駆け引きみたいな、そういうのあるじゃないですか。
そういうのがちょっと多分私も面倒くさいって思うんですよね。だからまあそういうことを思っていたらもうパートナーとかはできないと思うので、まあちょっともしも本当になんか考えるなら、まあ50代のうちに考えた方がいいかなって。ただまあ私だけが一人っていうふうに落ち込まなくてはいいです。私たちみたいに一人暮らしをしている女性はたくさんいると思うので、コメントされた方だけではなくて視聴者様の中にもですね、たくさん一人でいらっしゃる方もいるので、自分だけじゃないっていうことですね。ただ多分元夫の方にパートナーができたことを知って、まあ、落ち込んだっていうことは、もしかしたらその元夫にですね少し気持ちがあられたのかなって思いました。まあ、でももうその元夫さんはパートナーができてあるのでですね、仕方がないのでパートナーを見つけるのが一番いいと思います。たまに広告でまあ、シニアの出会いみたいな広告が出てきたりしませんか。私ちょっとそれ保存してるんですよ一応。それが多分40代やったら多分できるかもしれないんですけど、もう50代57歳はなかなかそっちには飛び込む勇気がないですね。パートナーじゃなくても友達でもそれをなんかこうパートナーと呼べるような、私で行くとこの前の登場してくれた、声だけ登場してくれた幼なじみの陽子ちゃんですねは、まあ、そんなに遠くないので、まあ、例えばじゃあ風邪ひいて熱が、もう高熱が出たとか言って、なんかもしも動けないってなった時は多分来てくれると思うんでですね、分かりませんよ、来てくれないかもしれないです、その友達には友達の予定があるからですね。でもそれはもうパートナーがいても一緒じゃないですか。パートナーが忙しいかもしれないから、必要かなっても思うけれども、それ以上にですね、なんかそんな人が見つかるわけがないっていう感じですかね。はい、見つかる気が しないので、なんか、まあ、一人でいるしかないかなって、なんか今はちょっとそういうふうに思ってるんですけど、まあ、今は仕事していて毎日その出勤して仕事に行って行くところがあるからまだ今はいいと思うんですけど、私はなるべく長く働きたいとは思っているんですけれども、まあ、いつかは働かなくなった時にはやっぱりこうその毎日が日曜日なわけですよね。まあそのネットフリックスももう飽きるだろうし、まあでも動物の森はまあ飽きないだろうし、リニューアルもされると思うので、あと編み物をしたり本を読んだり、なんか趣味をたくさん持っておくこともまあ大切かなって思います。でなんか趣味を通して誰かと知り合ったりすると思うので、なんかしたいこととかがあればなんか始めてみるのもいいかなって思いますね。私もなんかフラダンスを習っていた時期があったんですけど、まあ、ちょっと仕事や子育てがまあいろいろちょっと大変な時に、まあ、ちょっと踊ってられないっていうような感じでちょっとやめて、まあ、そういうこうみんなでする何か、例えば楽器で演奏するなんかグループとか、ゴスペルを一緒に歌うとか、一人じゃなくて誰かと一緒になんか何かをする、そういう趣味なんか一つか二つあったらそれはすごくいいなって思うので、そういうのを探したいなって、まあ、私も思っています。一人が苦手とか、まあ、一人じゃちょっと寂しいとか、もしも強くその気持ちがあるならば、私はそういうアプリとかを利用してパートナーを見つけるのも一つの方法かなって思いました。そっちの方からもなんかこう遠のきすぎていて、本当に私ちょっとはい、なんか
言うならちょっと興味がなくなってしまっているところは少しありますね。はい、なのでですね、こうやって本、これ今読んでる本なんですけれども、泣きたくなるような青空っていう、この吉田修一さんっていう人、私好きなんですけれども、同じ年くらいなんですよ。一つ年下ですね。はい、長崎県生まれの方で、私この人が書いた悪人っていう、映画にもなった悪人っていうあの物語が好きでした。でこれもすごく素敵なエッセイ集です。こういった本でですね、あのこう恋愛にキュンってなるようなあのことが書かれてあったりするような本で、あの少しだけ満たされることもあるんで、そういう本を読むことは私はすごくいいなって思ってます。本って物語の中にこう入っていけるような感じなんで、例えばそれが恋愛の本であればですね、すごくなんかあの一緒にキュンってできる感じもちょっとします。自分がじゃあ、ああもうあのじゃあそろそろって思った時に、まあ、70歳ぐらいになってたら、まあ、ちょっともうあの時すでに遅しってなるかもしれないので、そこはですねちょっと慎重に考えていきたいなとは私も思っているので、はい、皆さんはあのどのようにお考えでしょうか。一人でいらっしゃる方、そして、まあ、二人でいらっしゃる方は、あの二人でいた方がこんな時いいよとか、少しのろけていただければと思います。ではあの今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。